全国にホームセンターを展開するコメリは、毎年利益の 1% 相当を使い、出店地域で植樹や環境保全に取り組む団体を支援しています。今年は50の団体に助成金を送ることになり、今日新潟市で贈呈式を行いました。次世代に素晴らしい環境を、伝えられることになっていくのかなと、まあ、いうふうに思っております。贈呈式では従業員による緑化ボランティア活動なども報告されました。